つまりお前たちは世界の外から漂流してきたのか？お前たちがそこから離れて次の世界へ行こうとした時、見たこともない神がお前たちの前に現れたと。よそ者、お前たちの旅はここまでだ。誰？この天理の朝廷者がここで人の子のおごりに終焉を。こうして見知らぬ神が俺の妹ホタルを連れ去っていった。そして俺も神に封印され本来の力を失うことになる。あまたの世界を乗り越えてきた俺たちはここで囚われの身となった。果たしてそれから何年経ったのか俺にはもうわからない。でもいずれ必ず突き止めてみせる。目覚めてからずっと一人でさまよっていた。2ヶ月前君と出会うまで。おう、あの時お前がいなかったらオイラはもうとっくに溺れ死んでたからな。だからオイラも案内役頑張るぜ。そろそろ出発の時間だ。
進めなそうだな。登っていくか。登るにはスタミナを使う。回復には時間が必要だ。じゃあルートを決めたら出発だ。目指すは七天神像。この世界にいる七柱の神のうちどれを探してるんだ。かたどった像は七神の象徴としてこの大陸に点在してるんだ。七つの元素の神のうちこれは風を司るものだな。お前の探してるのがこの風の神かどうかは知らないけど、風神の領地に連れてきたのにはちゃんとした理由があるんだぞ。言葉は歌となり風と共に流れるだ。その中にきっと妹さんの情報があると思うんだ。もちろん神が答えてくれるかはやってみないとわからないけどな。よし急ごう。の元素を感じたか。どうやらお前は心臓に触れるだけで風の元素力を手に入れられるみたいだな。この世界の人が力を得るにはお前みたいに簡単じゃないんだぞ。おかしいは神様にとって失礼だぞ。ここから西へ行くと自由の都モンドに行けるんだ。モンドは風の都市で七神の中で風神を祀ってるんだ。心臓から力を得られるお前なら、そこで神の手がかりを入手できるかもな。
それとモンドには吟遊詩人がたくさんいるから、妹さんの情報が手に入るかもしれないぞ。よし、じゃあ行くか。この世界の元素はお前の祈りに応えた、いい兆しだとオイラは思うぞ。これは七天神像にもらった風元素の力だ。はあ、オイラもこんなかっこいい戦い方ができたらな。
怖がらないで。安心して。僕は帰ってきたよ。あいつ、ドラゴンと話してる？
のご加護があらんことを。私はセピロス騎士団の偵察騎士、アンバーよ。あんた、モンドの人じゃないよね。身分の証明はできる？落ち着いて、怪しいものじゃないんだ。怪しい人はみんなそう言うわ。ここら辺の地域じゃ珍しい名前ね。それから、その、マスコットは何なの？ああ、まだ知り合って2ヶ月ぽっちの仲間だけど、今じゃもう大親友だよな。とにかく旅人よね。近頃、モンド城の周辺で大きな竜が出没しているの。だから、そうだ！ここからモンドまでそう遠くもないし、ここは騎士の務めとして、城まで送ってあげる。え？任務があって城を出たんじゃないのか？もちろん任務もあるわ。でも安心して。任務を行いながらでも、あんたたちの身を守ることくらいはできるから。それに、怪しいものを放っておくわけにもいかないからね。ごめん。優秀な騎士にあるまじき言動だったね。謝るよ。見知らぬ、その、尊敬できる旅人さん。ぎこちない。騎士団ガイドで決められた言葉に不満でもあるの？偵察騎士、参上！ねえ、得体の知れない旅人さん。何しにモンドへ？こいつは、遠い遠い旅の途中で、妹と離れ離れになってな。オイラはこいつと、探してるのね。うん。そうだ！今受け負ってる任務が片付いたら、城内にお知らせを。そういえば、任務って何なんだ？簡単よ。見ればわかるわ。
試合をしよう。今回の任務はその巣の掃除よ。頻繁に出現するようになってキャラバンのルートに影響があったの。暴風が発生するたびに怪我人も多数出るし、騎士団はその被害から守らなくちゃいけなくてね。だからこいつらの活動範囲もだんだん城の方に。そう。でも今日また一つ巣を片付けられたから進展はあったわ。さあ私についてきて。真面目で優秀な騎士があんたたちを城まで守ってあげる。
いいかしら。やめておこう。教えてあげた方がいいかしら。
紹介させてもらうわ。風とタンポポの牧歌の城、自由の都、セピロス騎士団に守られてやってきた旅人さんたち、モンドへようこそ。やっと野宿しないで済むな。でも城内のみんなはあまり元気じゃなさそうだ。最近みんな風魔竜の剣で頭を悩ませてるからね。でもジンさんがいればきっとすべてうまくいく。ジンさん？セピロス騎士団の代理団長、ジン、モンドの守護者だよ。ジンさんが一緒なら風魔竜レベルの災害でもきっと打ち勝てるはず。そうだ、一緒に騎士団本部へ行く前にあなたに渡したいものがあるの。さっき一緒にヒルチャールの巣を片付けてくれたお礼だよ。おいおい、オイラにはないのかよ。パイモンちゃんには使えないものだからね。でも今夜はモンド名物の人参とお肉のハニーソテーをご馳走してあげる。人参とお肉のハニーソテー。とにかく私についてきて。今から高いところに行きましょう。普段この辺は賑わってるんだけど、最近は風魔竜のせいで商人や旅人がめっきり減ってね。でも曲がり角にある酒場はあまり影響を受けてないみたい。むしろいつもより繁盛してる？ね、じゃーん、風の翼よ。偵察騎士はこれで空を駆け抜けるの。モンドに住む人たちもみんなこれを愛用してるんだ。ここに連れてきたのはあなたにこれの良さを体験してもらいたかったから。ずいぶんと熱く語るんだな。風はモンドの魂だからね。さあ早速風の翼の性能を試しましょう。
んだけど、指示はちゃんと聞いてね。あれ？風の翼ってこんなに長時間対空できるのか？落ちないように僕が千年の竜風に助けてもらったんだ。想像してみて、この風を集中させるんだ。雲を突き破るようにね。巨竜と戦えるほどの力を持っているとは、我々の客人となるか、それとも新たな嵐となるか。風魔竜が城内を襲ってる。ガイア先輩、旅人さん、ちょうどよかった、一緒に。待てアンバー、見たことない奴がいるんだが。あ、そうだった、こちらはガイア先輩、私たちの騎兵隊長なの。この人は、遠いところから来た旅人さん。遠いってことしかわからないのか。ことの経緯はこう。なるほど、モンドへようこそ。しかしこんな最悪なタイミングで来るとはついてないな。俺にもわかるぜ、血縁者と離れ離れになる辛い気持ちがな。それからなんで風神を探してるかは知らないが、
誰にでも言いたくない秘密はある。お前もその口だろう。だから聞かないでおいてやるぜ。とにかく騎士団を代表して礼を言うよ。さっきの風魔竜との戦いで守られた市民は全員お前たちの活躍を目撃した。代理団長もお前たちに興味があるみたいでな。騎士団本部までどうか来てくれないか。ジン、焦りすぎよ。ここで迎えるって話じゃなかったの？風魔竜は場外でも活動しているようだ。会ったらなるべく早く。焦る必要はないわ。私も協力するから。代理団長様、連れてきたぞ。はと、ここまでの経緯はこんな感じだ。なるほど。モンドへようこそ。風と共に訪れし旅人よ。私は代理団長のジン。こちらはリサ。騎士団の図書館司書だ。あら、人手不足を手伝いに来た良い子ちゃんかしら？かわいいわね。ただ、タイミングがあまり良くないわ。風魔竜が目覚めてからずっと、このモンド周辺をうろついているの。ここ一帯に大きな混乱をもたらしているわ。おまけに今のモンドは元素の流れと地脈の循環が子猫ちゃんが遊んだ後の毛糸玉みたいになっていてね。魔法使いにとっては最悪な状況よ。肌も気分も調子悪いわ。それがなければ尋ね人の張り紙を出すよりも騎士団がもっと効率のいい方法で君たちを助けられるのだが、もうしばらくモンドに留まっていてくれ。セピロス騎士団が問題を解決してみせるから。オイラも手伝うぞ。じゃあ作戦を練るとするか。風魔竜がモンドに攻めてきたことで逆に災いを集結させるきっかけを与えてくれた。それとリサの魔法で探査したところ、モンドを包む暴風の源が分かったんだ。ほう、どこなんだ？放棄された四風守護の神殿よ。風魔竜があの暴風を引き起こせたのはそこに残った力のせいなの。私たちの目標は放棄された四つの神殿のうちこの三つだ。三つだけの理由については、みんなも分かっていると思うが。分からないんだけど。セピロス騎士のみんな、時間は限られている。暴風が猛威を振るっている今、守るだけでは意味がない。この災害がさらなる拡大をする前に、神殿の遺跡へと向かおう。
風の翼の扱いがかなりうまかったな。どこで学んだんだ？大団長は今遠征中だ。だから副団長のジンが代わりに団長の仕事を引き継いでいる。これが代理団長と呼ばれる理由さ。大団長がここを出ていくとき、5分の4の騎士を連れて行ったから、代理団長に残されたプレッシャーもおのずと5倍になった。そう考えると、ジンも大変だよな。